新しいアーケードは第一牧師公設市場に隣接する市場中央通りおよそ50メートルの区間に設置されました。この区間では2019年に始まった旧公設市場の建て替え工事に伴いアーケードが撤去され、通りの店主らで作る協議会が那覇市とともに再整備を進めてきました。昨日行われた完成セレモニーでは、テープカットの代わりに沖縄の祝い事に欠かせない昆布をカットしてアーケードの完成を祝いました。国際通りから農連プラザまでですね、一直線にアーケードがですね、つなぐことになりました。経済効果というのもですね、かなり大きいのになるのかなと大変期待をしているところでございます。新しいアーケードは町具は全体の統一感を出すため、周辺と同じテント幕が採用されているほか、屋根の部分には消火活動を行うためのスペースが設けられています。